皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は政子と頼朝が出会って、そして平家打倒のために挙兵するところまで話をしました。京都で好き勝手やって権力を我が物としている平家に対して焼きがさした持人王っていう王子が、頼朝に対して平家を倒せと手紙を出してきたんでしたね。ということで、今回からはついにあの有名な源平合戦が始まることになりますが、私はですね、過去いろいろな動画ですでに説明しているように、別に戦大好き合戦クラスターではないので、今回の動画では源平合戦そのものはあんまり深く触れないで、簡単な流れだけの説明になります。なんで源平合戦どういう武将がいてどういう戦闘してみたいなのを詳しく知りたい方は、ぜひそういうのが得意なチャンネルにそういうチャンネルの動画を見てくださいね。テーブロってことで、まず挙兵をした頼朝が最初にどこに向かったかというと、中央から伊豆の国に派遣されていた役人の山木兼隆という人物を殺しに行きます。この人は誰かというと、なんと北条政子の前の旦那なんですね。北条時政がね、頼朝と結婚なんか許さんっつって政子を引き離そうとした時に、政子が一回無理やり結婚させられた人物ですね。まあ、頼朝は挙兵ついでに嫉妬心から山木兼隆を倒しに行ったわけではなくて、この人も一応平家の血を引く人物なんですね。なんで源平合戦の幕開けとしてはまさにぴったりな相手であったと。その後頼朝は地方豪族の力を借りながらいろいろな人と戦いをして、勝ったり負けたりするんですけど、あんまり勢いがある感じではなく、割と膠着状態だったんですね。頼朝がそんな感じでフラストレーション溜まってる中、源氏勢力で爆発的な力を持って暴れ回るグループが登場するんですけど、それが源義仲、もしくは木曽義仲、この人がもうめっぽう強くてめっちゃくちゃ大活躍するんですよ。で、大苦戦してる平家はどうかというと、平清盛が途中で死んじゃったりして、もうどんどん勢いがなくなると。そしてついに木曽義仲は都を攻め落として、平家を京都や神戸ら辺の彼らの本拠地から追い出すんですよね。で、そうなると頼朝焦るわけですよ。あれあれっつって、せっかく俺頑張って挙兵したのにこいつに全部手柄取られちゃうじゃんって。で、そうやって焦る頼朝を見て時政はこういうわけですよ。焦るんじゃない、必ず待てばその時は来ますぞ。少し相場が乱高下するからってパニックって株を売ったり買ったりするもんじゃありませんぞ。ここは焦らずおとなしくしておこうではありませんか。ってことで、頼朝は少し冷静さを取り戻すんですね。ちなみにこの木曽義仲が大活躍して京都を落としてる間、頼朝と政子にとって大きなイベントが起こります。それは何かというと、待望の男の子の誕生です。1182年、寿永元年のことですね。この子の名前を頼家と言います。この人は成長してからいろいろ大変なことをしますが、それはまた後の話ってことで。ちなみに、頼朝と政子の間にはその前から娘はいたんですよね。で、この娘はその平家相手に大活躍している木曽義仲の息子と結婚するんですよ。実は木曽義仲が自分の息子を前もって人質として頼朝に送ってたんですね。なんで、これは政略的意味合いが非常に強いわけですけど、お互い親戚関係になって同じ源氏同士仲良くしましょうやっていうね、褒美が多いとか少ないとか、そんな些細なことで争うことやりましょうってことですよ。なんだかなかなかできた人物ですね、木曽義仲も。これだけ聞くとね。ただですね、この後そんな木曽義仲にとって大問題が起こってしまって、それは何かというと、西側に逃げていく平家を追いかけた彼の軍勢がですね、ついにある時負けてしまったんですよね。で、それで逃げ帰ってきた義仲軍の連中がそのまま京都周辺で暴徒化するんですよ。金目のものをよこせっつってね。何せ義仲軍って別にその平家打倒で動き回ってる間、特に正式な恩賞をもらうわけでもなく、簡単に言うと町を壊して略奪するのが彼らの意思のモチベーションだったみたいで、それが京都っていう場においても行われたわけですよ。で、そんなことするともちろん京都にいる人たちから大顰蹙食らうわけですよね。なんだあの木曽義仲とかいうやつはって。それは中央にいる人ももちろん同じで、後白河法もぶち切れてしまって、あの木曽義仲とやつを撃てって命令を頼朝にするんですよ。で、これを受けて時政はもうニッコニコなんですね。ほーらきつって平家はね、もう西側に逃げまくって勢いなくしてるし、これで義仲を撃ってしまえばやつの起こした手柄は全てこちらのものって感じですね。で、その義仲打倒のために頼朝は弟の範頼と義経を派遣します。
ここで出ましたね、源の頼経。まあ、日本人にはなぜかとても人気の高い人物ですね。彼は特にゲリラ的な戦法を駆使する戦の天才で、まあ、たちまち義仲を追い詰めるんですね。そして1184年、寿永3年、宇治川の戦いで義仲を殺すことに成功します。ちなみに義仲を殺した後はですね、人質となっている義仲の息子はね、もうもはや何の価値もないということで、なんと速攻殺されます、頼朝に。まあ、自分の娘の旦那だけどね。もうこれには娘もだいぶショックだったみたいで、もう部屋にこもって食事も食べないぐらいだったらしいですね。で、後白河法皇はですね、木曽義仲だけでなく平家を倒せっていう命令も頼朝に送ったんで、義経はそのまま平家との戦いにも突入していきます。それで摂津の国っていう今の大阪兵庫ら辺で行われたのがかの有名な一の谷の戦いですね。あの義経軍がね、崖の上から馬乗ってブワーって降りて奇襲するやつ。まあ、当時の常識としてそんな崖をね馬乗って下るなんてのありえないんで、これに意表をつかれた平家軍はこれまた敗戦するんですね。というわけで、ここでも義経の奇才っぷりが遺憾なく隠されて、また平家はどんどん西側へ追いやられます。平家は次に四国に向かって瀬戸内水軍っていう平家支援勢力とくっついて立て直しわかるんですけど、対する義経も熊野水軍っていう味方をつけて屋島の戦いっていうのもあって、これでまた平家に勝ちます。ちなみにこの時に登場して活躍するのがあの有名な那須の与一っていう人ですね。あのめっちゃ弓うまい人ね。あの遠くの船にある扇の的に弓ピューンって当てる人で、この時も義経はどうも奇襲仕掛けて、まあ、当時からしたら常識外のことをして勝ったようで、なんかこういう人なんですよね義経って。義経軍って結構荒くれ者で構成されていて、まあ、それを義経の持つカリスマ性でまとめてたんですけど、そういう羊の人が多いから伝統的な武士としての戦とかそういうのにこだわらないんですよ。なんで武士の美学には全くそぐわないけど、でも戦は絶対勝つっていう。そんで局地的に相手を叩いて勢い削いで、そのまま全体の戦でも勝つみたいなね、そういう戦法をどうやら得意としたようですね。で、最終的にはですね、今の山口県で行われた壇ノ浦の戦いでついに平家を追い詰めて、平家の一門は敗北悟ってみんな海に飛び込んで自殺するっていうね。これにて、源平合戦は晴れて源氏の勝利ということになったわけですね。ただし、これは源氏勢力、特に頼朝にとって決して万々歳な結果に終わったわけではなくて、この壇ノ浦の戦いの時に義経大きなミスを犯すんですね。それは何かというと、三種の神器の確保に失敗したこと。三種の神器って何かというと、まあ、大体皆様ご存知と思いますけど、あえて説明をすると、八田の鏡、草薙の剣、八坂の勾玉を指すわけですね。で、これらは何かというと、古代からこの3つのアイテムを持っていることが正当な天皇としての条件になるわけですよ。なんでそんな大事なものがこんな壇ノ浦なんかにあったのかというと、平家は西側に逃げていくときに当時の天皇である安徳天皇を一緒に連れてったからなんですね。天皇を抑えている限り正当なのは自分たちの方であると言えるわけですからね。でも壇ノ浦での敗北の時に平家の人たちみんな海に落ちて自殺するじゃないですか。その時になんと天皇も一緒に巻き込まれてるんですよね。海の底には竜宮城があるんでございますよとかなんか適当なこと言ってね。そんで天皇もほまかってなって一緒に海に潜ることになったわけですよ。乙姫会えるんかっつってね。でこの時の安徳天皇まだ6歳ですからね。かわいそうですよね本当に。大人の事情で戦に巻き込まれて、そしてそのまま死ぬと。でその時に三種の神器のうち草薙の剣も海に沈んでしまったんですね。これにはね頼朝激怒だったんですよ義経に対して。義経はねでもよく分かってないんですよ。なんでっつって勝ったじゃんってね。で頼朝はなぜ怒ったのかというと、そもそもこの依頼は後白河法皇が頼朝相手にしたもんだったんですけど、安徳天皇が平家に連れて帰ってしまって都に天皇がいなくなってしまったと。これはいろいろまずいってことで、安徳天皇がまだ生きてる間であったんですけど、後白河法皇は後鳥羽天皇を即位させたんですね。なんで後白河法皇は頼朝に対して、他のものはどうでもいいから三種の神器だけは持ち帰れって口を酸っぱくして言ってたんですよ。そうしないと後鳥羽天皇の正当性が失われてしまいますからね。で頼朝はそのことを義経にこれまた口を酸っぱくして説明してる間も、結局義経はんってなってるわけですよ。あみたいな、まあ、なんだかよくわからんが倒せばよしみたいな感じだね。まあ、ここで頼朝と義経兄弟の間には大きな心理的ギャップがあるわけですよ。頼朝からしたらこの源平合戦の後の世界をすでに見据えてたわけなんですよね。つまり自分が武家政権のリーダーとして鎌倉に基盤を置いた時に安定した運営ができること、つまり朝廷と少なくとも今時点で良好な関係を築いておく必要があるわけなんですけど、それにもかかわらず義経は敵をぶっ殺すことが俺の役割であり喜びみたいな感じなんですよね。
実は後に頼朝の腹心となる梶原景時っていう人物がこの源平合戦の間義経に同行したんですけど、義経に対する不満の手紙を頼朝に出してるんですよ。それはどういうものかというと、義経ってマジで自分勝手で組織をまとめるための行動を一切しなくて、何かコミュニケーションをしようとしても全くうまくできません、本当に勘弁してほしいみたいなあいつは組織のリーダーとして失格だみたいなね、もうケチョンケチョンなこと書いてあるんですね。このエピソードからも義経は誰かの命令を深く理解してそのために動くというよりかは、自分がやりたいことを優先して動く、戦場一つ一つで大きな花を咲かせるのが生きがいみたいなね、そういうタイプだったんですね。どうも義経は流浪人の生活を長いこと続けていて、生きるか死ぬかみたいな日々を過ごしていたのに対して、頼朝はね、時政のような経験豊かな地方有力豪族のコンサルティング受けてたからね、こういったところでの違いがあるのかななんて私は勝手に思ってます。これらの違いが後々さらに大きな問題を発生させることになりますが、それについてはまた次回説明したいと思います。ツイッターやってます。岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いします。ではまた。